アーケード版、クロスピッツレブ、クロスビーツは、カップコンより2013年12月2日に配信され、2018年6月25日にサービス終了したスマートフォン向けゲームアプリ。2015年7月23日に稼働開始し、2018年6月24日にオンラインサービス終了したアーケード版、クロスピッツレブについても、本校で扱う。 カップコンの新規 IP による音楽ゲーム。アプリ版、アーケード版とも、初代プロデューサーはコナミにて、ダンスダンスレボリューション等を手掛けた前田直樹。稼働に際し、前田プロデューサーにより、イノベーションというキーワードが設定されており、このキーワードはゲームの各所で目にすることができる。アプリ版とアーケード版の基本ルールは同様。ただしプレイデータは共有されておらず、 アーケード版のプレイ特典としてアプリ版のプレミアムチケットを入手できる以外は同一の楽曲、譜面でもプレイ成績、所有状況は別個に扱われる。2018年4月16日にアーケード版クロスピッツレブサンライズのオンラインサービスとアプリ版クロスビーツのサービスをそれぞれ終了することが発表され、同年六月十四日にアーケード版のオンラインサービスが 翌日の6月25日にアプリ版のサービスが終了した。タッチスクリーンを使用した音楽ゲーム。音楽に合わせて光の矢が交わった瞬間に交わった位置をタップする。光の矢は画面いっぱいに広がる直角に交わった2本のガイドラインに沿って飛んでくる。タイミングよく操作を行い、より高評価を得るのが基本的なルール。このゲームでは 近年の多くの音楽ゲームと同様に、一つの楽曲にいくつかのプレイ用データが用意されている。アプリ版では3つ、アーケード版では最大5つの譜面が設定されている。譜面ごとに最大値99までのレベルが設定されている。タイミングの精度に応じて、良い方から、フローレス、スーパー、クール、ファースト、スロー、ファーストに、スローに、フェールの判定がつけられる。 これらの判定に応じた効果音が鳴り、ゲージが増減し、スコアが加点される。ファースト、スロー以上で、コンボが加算される。演奏終了時に、これらの判定に応じて、以下の評価が算出される。オプション設定により、ゲージ増減に関して、以下の3タイプを設定することができる。設定に応じて、クリア難易度は高くなるが、クリアした際のランクポイントは高くなる。 アーケード版においては通常以外のゲージを設定するためには一定のランクポイントが必要。プレイヤーの総合的なプレイスキルを評価する数値。RP とも略される。アプリ版、アーケード版ともプレイヤー名の隣に表示される重要性の高い数値である。基本的には各局のクリアレートによって評価され、クリアしたゲージタイプ及び譜面のレベル数値に応じて、 曲ごとの RP が決定される。曲ごとの RP の高い方から一定数の曲の分を合算し、プレイヤーの RP が算出される。これ以外にアプリ版、アーケード版ともいくつかの加算要因が設定されている。2013年12月2日に iTunes ストアにてサービス開始。基本プレイ無料でアイテム課金制を採用。 ソーシャルゲームの要素を含んでおり、他のプレイヤーとの協力、競争要素があるほか、ロビーによるグループチャットが提供されている。ゲーム内で曲をプレイする際に消費するアイテム。基本的には1回のプレイにつき5枚を消費する。ただし、以下の例外がある。ゲーム内のミッション達成及びイベントでの報酬として、以下の要素が追加される。このゲームでは、 他のプレイヤーをフレンドとして設定することができる。フレンドはプレイヤー間相互で設定され、設定人数には上限がある。フレンドに対して自分の所持楽曲のうち1曲をシェアソングとして設定することができる。フレンドのシェアソングは自分が未所持、未解禁の場合でもプレイできる。シェアソングをプレイする際には通常のチケット消費のほか リンクエナジーを消費する必要がある。リンクエナジーはフレンドが自分のシェアソングをプレイした際に獲得できるほか、イベント報酬等で配布されることもある。ロックされた譜面を解放するためのシステム。所定のゲージを消費して発動し、譜面ごとに指定された条件を満たして、譜面をアンロックする。このゲーム内では、期間を区切って以下のようなイベントが開催されることがある。 アプリ版のマスコットキャラクターとして、カナタが登場している。チュートリアルやイベントのナビゲーターとしてのほか、スキンの背景など、ゲーム内の要所に登場する。アプリ版では、ボイスは設定されていない。なお、アーケード版のナビゲーターである赤月サン・クローニャも、スキンや楽曲ジャケットとして、アプリ版に登場している。クロスピッツ。 レブのタイトルで2015年7月23日より稼働開始。タッチスクリーンを使用した専用筐体を採用している。個人でのプレイのほか、同一店舗内に複数筐体が接続されている場合は、複数人によるプレイが可能。セガが提供する a l l ネットのネットワークを使用し、プレイ成績の保存は、同社のエメカード、または、 バンダイナムコのバナパスポートを使用する。アーケード版の公式サイトにおいて、プレイ成績の閲覧、およびアプリ版のプレミアムチケットの入手が可能。以下では主に、カードを使用した、ネットワークプレイ時のゲーム内容について記述する。ゲーム開始時に、以下の3つのモードからプレイするモードを選択する。サンライズでは、モード選択後にクレジット投入することにより、得点が得られる。 プレミアムプレイが選択できるようになった。プレミアムプレイでは楽曲プレイ中に4回まで楽曲の最初からやり直すことができるほかゲーム終了時に獲得できるリベッチップが増加する。ミュージックプレイおよびローカルバトルモードでは所定の高成績を達成することにより規定ステージ数に加えて追加ステージをプレイすることができる。一部の楽曲は ゲーム内で条件を満たすことにより解禁される。常設されているミッションをクリアすることにより解禁される楽曲のほか、期間限定のイベントの報酬として解禁される楽曲も存在する。一部の楽曲はショップでリベッジップを支払って購入する必要がある。解禁した楽曲の譜面は基本的に自由にプレイできる。ただし、 ゲーム登録直後にいきなり高難易度の譜面をプレイすることはできず、10レベルごとにレベルリミットが設定されている。現在挑戦できる最高レベル帯の譜面をクリアすることで次のレベル帯の譜面をプレイすることができるようになる。一部の楽曲ではマスター譜面よりさらに難しいアンリミテッド譜面が設定されている。アンリミテッド譜面は その楽曲のマスター譜面で所定の条件を満たすことにより解禁される。ゲーム中以下の要素がクラス RP とともにプレイヤー名の隣に表示される。これらはミッションやイベントの報酬として入手することができ、ゲーム終了時のカスタマイズにて選択することが可能。ショップにて購入できるものもある。隠し要素を解禁するためのシステムの一つ。 ゲーム終了時に選択することができ、ゲーム内通貨、リベッチップを支払うことで、楽曲やアイコンを購入することができる。リベッチップは、ゲームプレイごとに決まった額が支給されるほか、ミッションやイベントの報酬としても支給される。このゲーム内では、期間を区切って、以下のようなイベントが開催されることがある。イベントの報酬として、楽曲やアイコン、称号等が解禁される。なお、 以下のうち複数の要素を合わせ持つイベントも存在する。ゲーム内のナビゲーターとして以下のキャラクターが登場する。これらのキャラクターのうち一人をパートナーとして設定することができ、パートナーキャラはモード選択やリザルト画面等に登場する。キャラクターの詳細に関しては公式サイトを参照。これらのキャラクターには背景となるストーリーが設定されており、その内容はゲーム内の ストーリーイベントにて解禁される楽曲のムービーなどで徐々に明らかにされる。また、ゲーム内で条件を満たすと獲得できるストーリーピースを集めることにより、キャラクターごとのストーリーを読むことができる。なお、これ以外にも、外部コンテンツとのコラボレーションで、パートナーキャラが追加されることがあるが、キャラクターボイスは設定されていない。ありがとうございます。